ユーニス・ジェップコリルは、ケニアの陸上競技選手。3000メートル障害を得意とする女子中長、距離選手である。2008年北京オリンピックの銀メダリスト、リフトバレー州、コイバテク県エルダマラビン出身。ジェップコリルは、高校生だった15歳で陸上を始めた。2003年にはドイツで、ロードレースに出場していたこともある。ジェップコリルは、 2004年の世界クロスカントリー選手権に出場。シニア個人ロングで7位。そして団体でケニアの銀メダルに貢献する。また、2006年には世界ロードランニング選手権にも出場し、女子個人で14位となったが、ケニアの団体優勝に貢献している。ジェップコリルは2007年6月15日にオスロで行われた。 ビスレー・ゲームズの女子3000メートル障害で9分19秒44のケニア新記録を樹立すると、2週間後の7月2日には、アテネの試合では9分14秒52と、これまでのウガンダのドカス・インジクルが持っていた、アフリカ新記録及びコモンウェルス新記録を樹立した。そして、8月の大阪で開催された、世界選手権では9分20秒09で、銅メダルを獲得した。 ジェップコリルは2008年6月14日にスペインのウエルバで行われた試合で9分11秒18とアフリカ記録を再び更新。そして8月3000メートル障害が初めて正式種目となった北京オリンピックではさらに記録を更新する9分07秒41のタイムでロシアのグルナラ・ガルサミとワに次いで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。